まるって分かってるのにどうしてやるんだろう。変なの。世の中は分からないことだらけだ。なぜそんなことをするんだと誰もが思うようなことを平気でやってのける人というのは特に、同じ人間だというのに全く理解ができない。いろんな人に迷惑をかけないようにって生きてきたのかな。注目してもらえない人生だったとか。 SNS のトレンドに上がっていた爆破予告が気になって見てみると、どうやら学校に爆弾を仕掛けたと匿名掲示板に書いてあったらしい。警察はすぐに動き始めたらしいが、私はそういうシーンに出会ったことがないから、逮捕までどんな流れになるのかがわからない。それから本人の動機もわからないし、どうせ捕まるのに犯人の心も理解できない。そんなことを考えていると、見慣れないケータリングカーが止まっていることに気づいた。何あれ、何の変哲もない車だが、なんだかとても惹かれてしまう。恐る恐る近づいてみると、そこには探偵服姿の女の子がいた。あら、調査ですか？調査？いえ、そういうわけでは。そんな悲しい顔しないで。あ、泣かないで。調査です、調査。本当ですか？よかったです。圧がすごいんじゃ。爆破予告について今考えてたんですけど、これについて何か調査できたりします？そうですね、爆破予告をするとどのような流れで逮捕に至るのかを調査なんてどうでしょうか？それいいですね、じゃあお願いします。ちなみにお題は？いただいていません。調査が後の価値になるのです。よくわからないけど、じゃあお願いします。はい、そちらで数分お待ちくださいね。彼女はそう言うと、突然白い光に包まれて消えてしまった。ヒロヒロ探偵団。さて、今日は爆破予告についてですが、爆破予告から逮捕までの流れを見るには透明化する必要がありますね。では早速、異世界マスターガン起動。私は透明化し、犯人の30代無職の男性の様子から見ることにした。俺は誰にも必要とされてない。俺の存在を誰も認めてくれない。だったら俺の存在を世間に認めさせてやる。爆弾なんてないけど、たった一言でいろんな人間が動く。こんな楽しいことねえよな。なるほど、動機は社会への不満というところでしょうか。自分がたった一言爆破するというだけで、いろんな人間が動く。いろんな人が心を乱され、戸惑い恐れる。それを求めていることが分かった。現実世界で仕事が見つからなかったり、異性関係がうまくいかなかったり、そんな現実に抗うために悪いことをする。普通ならば人から認められるために仕事や勉学に励んだり、家族や恋人に尽くしたりするが、この犯人の男性はどれも持っていない。そういう人が世間から注目されるには、悪事を働くことが一番簡単だということを彼は知っているようだった。よし、エンターと。さあ、爆破予告が投稿されました。どうなるのでしょうか。1分もしないうちに次々とレスがつく。おい、また爆破予告かよ。どうせ爆発しない。社会不適合者さん、通報したよ。くそ野郎どもが。実際に爆発物を仕掛けられていないので、犯人を観察する必要はなさそうですね。では爆発物を仕掛けたと言われているひろひろ高校にワープしましょう。爆破予告から10分後、今回爆発物を仕掛けたと予告されているひろひろ高校にワープすると、まだ平穏な様子だった。しかしここで電話が入る。はい、ひろひろ高校です。爆発物？やはり高校に電話をする人が現れましたね。時間が経過するにつれて、ひろひろ高校には何本も電話が入り、職員同士の周知によって一気に騒然となる。街頭の掲示板を確認した。13時10分に爆発すると書いてある。爆発物の場所の詳細はないし、種類もわからない。110番通報は？事務長がこれからすると言ってました。俺は校長に連絡する。私は教頭先生に行って教育委員会へ連絡を入れてもらいます。もしもし、ひろひろ高校の本田と申します。校内に爆弾を仕掛けたという爆破予告の書き込みが。はい。職員室や学校中が一気にバタバタし始めました。かわいそうに。はい、時間は13時10分だと。余裕がありません。わかりました、すぐにそうします。皆さん、直ちに校内にいる生徒を避難もしくは帰宅させてください。はい。その後は全教職員に状況が説明され、安全を第一に全職員で生徒たちを全員避難及び帰宅させるという対応がされることになった。時間が迫っている場合や時間がわからない場合は迅速な対応に追われるのですね。校長や教頭が陣頭指揮を行い、それぞれのクラスの担任は出席簿の用意、避難経路の確認を行う。そして学年主任や副担任は避難誘導前に避難経路の安全確認、避難誘導を行う。1年 A 組全生徒避難確認しました。1年 B 組全生徒退避確認できました。生徒たちを避難、帰宅させた後は警察の指示に従って先生たちも一斉に避難。時間が過ぎても爆発しなかったため、爆破予告であるという線で捜査を開始した。
その後は大勢の警察の捜査が始まり、校長と教頭は報道機関への対応、他の職員たちは警察の捜査協力に加え、生徒や保護者たちへの連絡を行い、学校側は1週間ほどかけて徐々に落ち着いていった。さて、では警察の捜査がどうなっているのか見てみましょうか。ネットの接続記録を確認すれば一瞬だろうな。結果待ちだとほんと人騒がせな。どんなつもりでやるんだろうな。わからないよ。だって俺ら警察だし。でしょうね。犯人の身元の割り出しは苦労していないようだった。ネットの接続記録など調べればすぐに分かってしまうことが多いのだろう。犯人自身も自分が人から注目されることを求めていることが多いため、複雑な仕組みであることの方が少ないようだ。逮捕されるまでの過程はとてもあっさりですね。犯人はすぐに特定され、威力業務妨害罪で逮捕された。威力業務妨害罪は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。結局犯人の希望が叶ってしまっているのがしんどいところですね。さあ報告に参りましょう。よいしょっと。うわ、どこから？調査から戻ってまいりましたよ。さてこちらの映像をご覧ください。うわ、予告された方はこんな大変なんだ。ええ、予告してパニックを求めているのか本当に仕掛けられているのかは分かりませんからね。生徒たちのメンタルケアも大変そう。する側の動機は分かったけど、やっぱり理解できないな。バカみたい。そう思うのも無理はないですね。でも調査してくれてありがとうございました探偵さん。爆破予告は誰にでもできてしまいますが犯罪です。たった一度の衝動的な犯行が人生を壊すこともあるので絶対にやらないでくださいね。私の生配信に向けて質問募集します。生配信で答えてほしいことをどしどしこの動画のコメント欄に書き込んでください。